今日は久しぶりにアジカンの皆さんに会えるんですよ。でもね、イジチさんが用意してほしいものがあるって言って、どうやら料理してくれるらしいんですよね。でイカ燻製、オリーブオイル、セロリとキュウリ、別々で食べた方がいいんじゃねえか。あ、どうもアジカンです。今日ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お待ちしておりました。本日のお客様、アジアンカンフージェネレーションの皆さんです。今回は料理上手のイジチさんがおすすめのおつまみを作ってくれちゃいます。今日作ってくれるんですよね。はい、ちょっとおつまみを軽く、ね、後藤さん、私たち期待していいんですか。僕もちょっと浮かなびっくりですけど、ね、そのイカ燻製で久々見たなみたいな。食べたことありますか。イカ燻製もセロリも食べたことありますけど、一緒にはないですね、はい、期待していいんですね。はい、期待していいみたいです。いや、今日よろしくお願いします。失礼します。1996年に結成された日本を代表するロックバンド、アジアンカンフージェネレーション。1月18日にはキャリア初となるベストアルバム、ベストヒット AKG をリリース。全17曲からなる珠玉のロックチューンが満載の作品になっています。今回はそんなベストアルバムの話はもちろん、まずはイジチさんおすすめのおつまみ、早速作ってもらいましょう。何を作るんですか。これですね、まあ何ですかね、イカと野菜をちょっと和えた感じなんですけど、うん、漬物みたいな感じですね。イカ燻製だけで美味しいからね。うん、イカ燻製がビールで合うからね。うん、そうだね、うん。僕最近料理連載やってるんですよ。そう。某雑誌でなんかやらせていただいて。うまいもんね。うまい。方がね、うん、なんか姿勢が。元々料理はやってたんですか。料理そんなにやってないんですけど、でも最近やり始めたら楽しくて、ドラマーシュの。さくちゃんがすごい料理がうまいです。うまいですよ、ね、あの人にちょっと憧れてるって言って。店出すの、じゃあいつか出したいです。店いいですよ。僕あの行ったことありました。行ったことありますか。ないです。いいですよ、ぜ一緒に、もしいいですよね。あ、ぜひぜひ。これちょっとここに、はい、入れますよ。入れますよ。落ちてる。落ちた。贅沢に、ね、落としてるけど。そうですね、入れました。これですね、オリーブオイルちょっとバーッとかけます。はい。目分量で。はいはい。これですね。閉めて。揉みますよ。あ、見てください。これ本当はこの後、まあ3時間ぐらいこのままおくと、もうすごい美味しくなるんですけど、うん、今日はちょっと時間ないんで。うん。はい。まあね。ペアムちゃん、どうですか。あ、見た目いいんじゃないですか。うん。これやっぱりこれあのすごいイカと一緒に、イカと一緒に召し上がってほしい。なんか外唐辛子みたいなのせたらしいか。すごいいいですね。そうそう、輪切りみたいなね。いただいてみんですか。もあ、いいですよ、いいですよ。いただきます。いただきます。イカと一緒にね。はい。何回も言うけど。そうですか。うん。うん。カルパッチョ的な。うん違う。何パッチョかって言ってたらこれパッチョ。あ、うまいうまい。うまい。意外と合う。うん。ちょっと5時間後食べてみたいね。うん、5時間。美味しい。すでにうまいこれでも。うまい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 ね。うまいね。うん。意外が合うね。うん。いや、これでも十分うまいよね。オリーブオイルはないないなと思ってたんですよ。ああ。和風のなんか醤油か何か、ね、まあでもサラダオイルでも、うん、素晴らしい素晴らしい。セロリうまいね、うん、へえ。大好評だったこちらの簡単漬物、さっぱりおつまみとしておすすめですよ。抱負とか あるんですか。例えば元旦だから、じゃあ今年は分かんない、なんか酒を飲む量を減らそうとか、あとそういうジョギングするようにしようとか、バンジージャンプやろうとかね。なるほどね。なるほどね。ないってことだ。なるほどね。いやいや。いや、バンジージャンプやるって言ったら後藤さんすごいよ。僕バンジーす、あの普通に好きですよ。え、やったことある？ありますよ。マザー牧場。千葉県のね。あれ結構好きでしたけど。どうなるんですか、なんか。意外とその
アシスタントっていうか説明してくれる、うん、インストラクターの人ですね、うん、ものすごいなんかこう冷酷な感じで行くしかないでしょみたいな事務的みたいな飛ばないとかやらないでくださいよみたいな感じすごい事務的だったんですよ、ね、それが良かったんですよなんかなんか多分ねそういうところであえてそういう人を選んでると思うんですよ。僕グアムで一回飛んだことあって、はい、僕上に行ったらもう絶対これ無理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 僕チキンだから、はい、でもそこに16歳の女の子がなんかすっごい可愛くなんかこうやってあなたはまさか今まで上がってきたんだけどそのまま下に行かないよねっていう顔で見られてあのちくしょうもう分かったよ行くよバーいや同じですよ状況はかなり近いものがありますね、うん、あれがいいですねバンジーは。後藤さんが意外な趣味を教えてくれたところでこっからはメンバーの2011年振り返っていきましょう。まずはこちらの話題。生田さんはアッシュのライブにギターで参加したんですよね。でそれ どうでした？かなりそのリハが1回しかなかったんでドキドキでしたけどリハの日まで、まあ、リハしてちょっとメンバーとこう打ち解けてっていう感じで最初のそのリハーサルの時の方が緊張しましたね。その実際の横浜アリーナで勝つ時より、うんうん、まあでもすごいいい体験になった感じです。いいでも責任感が強いんですよね。こうロックキッズの気持ちとか考えすぎちゃって自分が楽しめばいいのに当日ギリギリまで来なかったですからね。生無限にね緊張してすごいナーバスで、おなんかね両親と来るみたいな噂も流れて両親連れられてくるっていうそれぐらいもあんたたら行きなさいって言ってんの、ね、ギリギリってどなんかギリギリってずっと練習したんですか？そういういや、まあ、朝ねちょっと吐いちゃって緊張で緊張と飲みすぎでね緊張と飲みすぎそうそうそう緊張というか飲みすぎそして伊地知さんは新バンドフォノトーンズを結成しました。あの伊地知さんは、はい、あの新しいバンドそうなんですフォノトーンズをスタートしたんですよね、はい、どうやってバンドスタートしたんですか？これはですねこれもあの震災の時にうち あのアリーナツアーあーホールツアーが、はい、中止になっちゃったんですよ。で時間ができたので、まあ、後藤はフューチャータイムズやってるし、うん、僕もなんかやろうかなと思って、うん、前々からインストバンドやってみたかったんですよ、うん、でちょっと遊び半分で始めようかなと思ったんですけどいざやってみたらすごく曲もいい感じにできて、うん、これ音源化した方がいいんじゃないかなと思ってそれで9曲ほど今できましてアルバムが出てます。そうなんです、伊地知さんが始めた新バンドフォノトーンズは今月18日にファーストアルバムをリリース。しかしこれにはある問題が。でもこれですね、そう発売日は、はい、アジカンのそういうベスト版と同じ日なんですよ。被せてきてるんですよ。被せてますよね。敵対心どうですかこの。おかしいんですよ。だから今日アジカンの話をしに来たのに、そのキヨシ君のね、その、あのなんで、なんかクソトーンズでしたっけ。なんかそういうの話をしなきゃいけないのが、なんかちょっとね。なんか一人だけ料理もうまい、そうね、インストはできるわ、そうそう、もうなんだっていうね日吉番組かってそうそうね、まあ、ところそうですねというわけで伊地知さんの新バンドフォノトーンズのファーストアルバムは現在発売中です。遊び心あふれる作品になっています。皆さんぜひチェックしてみてくださいね。ここからですね、リリースされたばかりのベスト版、はい、ね、Best It AKG についていろいろ聞きたいと思うんですけど、はい、まあ実際出てるんですよ。どう感じてますか？そうですね、まあこの3人に選曲してもらったんですけど、なかなか網羅されていて面白い選曲だなと思って。山田さんどうですか？そうですね、結構シングル中心なんですけど、うん、いい
曲を選べたなっていうのを思ってますけど。1月18日にリリースされたアジアンカンフージェネレーション初となるベストアルバム、ベストヒット AKG。 今回は後藤さん以外の3人が選曲したということなんですが、ここから早速その中身について聞いていきましょう。この中にある何曲かについてちょっと皆さん の話聞きたいと思うんですけど、まあ、どの曲も当然のこと強い思いあると思うんですけど、例えば遥か彼方、これはこちら初めてのビデオクリップになった曲でもありますよね、はい、でどういう思いでありますか。すごい水をとにかくかぶってで PV とかテレビの現場ってこんなに空気悪いんだって思う。そう、おい音出せおい松井さんっていう女性の爪出ちゃう、すごい怒られてる。おい松井とかつって松井さん、松井さんちょっとね、怒りすぎなんじゃないちょっとコントを見てるかのようなで、僕らにはすごい優しいんですよ。いや本当ね、いや今ねすごい良かったんですけど、ちょっともう一回ってガーマツとか、そのなんていうガラッと、そういうのが未体験だったからね。そう、あこうなんかね、あれちょっとびっくりしたな。そうメジャーってこういう、メジャーってこういうことなんや。メジャーってか、まあプロの世界ね。うん、じゃあ分かりました。で君という花、はい、こちらは奥田民生さんが弾き語りライブでも演奏したんですね。そうなんですよ、一人待つ旅 の、 広島球場の、まあ、スペシャルな公演があって、なんか事前にやるやるって話を聞いてて、ね、三塁側のベンチで感動しましたね。僕と北君結成当時とかからね、なんかね、アジカン結成当時から民生さんの話とかをよくね二人でしてた記憶があるんで、中庭とかで大学のケンちゃんも民生さんみたいになりたいなんつって、うん、今じゃ全然歌ってくれないですけど、はい、で実際どうだったんですか、そういう自分たちの曲を奥田民生さん、はい、奥田ザ、ね、はい、奥田民生さんが、ね、そうわーって感動して、うおーすげーと思ったら民生さん2番間違えたんですよそれ結構の印象残ってますなんか俺が悪いんじゃないかって気分になっちゃってだっていうのも、僕の歌詞って多分1番と2番が自分で歌ってもややこしい感じなんですよね。それでちょっとなんか、あこれのせいかなみたいな、ちょっとねしばらくなんかモヤモヤしてたんですけどでもやっぱ歌ってもらったのも本当嬉しかったです。で実はまあ、皆さんが所属している機運レコードのスタッフの中での、そういうベスト版に収録されている楽曲の中で人気投票をやったんですよ、うん、はい、でその人気投票を皆さんと一緒に見ながら進めたいと思います、うん、OK、 じゃあスタッフの皆さんが実際どういう曲を選んだのか、じゃあまず第3位からいきましょう。第3位、これ意外ですね、うん、ブルートレイン、ブルートレインですね。で、まあ、こういうコメントがありまして、この楽曲がリリースされた時まだ大学生でした。で軽音楽サークルに入っていた僕はアジカンのコピーバンドを組み、スコアを買って完コピしライブで披露、俺らアジカンに追いついているんじゃねえか、そうなんてちょっと天狗になりかけていた僕らの花っ柱をボキッと折ったのはまさにこの曲でした。で当時のドラムが叩けないと泣きそうになっていたのを覚えています。確かにドラムはちょっと難しいっていう。そうですね、ちょっと難しい。で当時の自分どうでした。うん、なんかやりたい方でやってますね、今できないですよ同じこと。あライブで別の形でやりたい方でしてるよね自分のバンドやったりそうね、そうね、料理の連載持ってみたり、そうね、でもコピー、まあ、そういう学園祭とかね、それコピーしていたっていう話は多分よく聞いてると思うんですけど、はい、実際どうですか。まあ、コピーとかカバーしてもらえるの嬉しいですけどね。でも多分ブルートレインぐらいからはきっとぐっと難しくなるっていうのは自分たちでも分かるんで、うん、すごい難しいですよね。でも3位に入ってるのはすごい、うんうん、だったらもうちょっと当時プロモーションよくしてくれても分かったんじゃないかっていう。3位、はい、じゃあ2位いきましょうか、はい、第2位リライト。で、どういう理由かというとですね、
突き抜けている、最高です、やばい曲だと思って引き込まれていくと、まあ、突然消してリライトしてで完全にぶっ飛ぶのがたまりません。ぜひいろんな人に体験してほしい。まあ今多分その一番代表曲と呼ばれてるものだなとは感じますけどね、うん、まあでもこれはそんなにびっくりしなかった、うん、まあじゃあもうこれで大体1位って皆さんなんとなく想像できるんですか。うん、2曲のうちのどっちかかなみたいな。じゃあ当ててみようか。さらに僕はね、君という花、うん、君という花だと思うんだよ。俺だけそうですか、それでいいんですね。かじゃあ僕が帰るよ2人、うん、俺はもしかループアンドループ、ああ、うん、なるほど、そう来たんですか。はい、本当にそれでいいんですね。はい、大丈夫です。でどうしますか。大丈夫です、君という花。じゃあ空に、はい、じゃあループアンドループ了解です。 OK、 それでは見事キュンレコードのスタッフの方がですね、まあこのベスト版の中で一番人気あった曲はこちらです。おお、Yes、 これ嬉しいですね。転がる岩、君に朝が降るで、デビューはね、最近好きになったのがこの曲です。明日も頑張ろうと思える曲で、通勤の電車でね聴くと背中を押されます。嫌なことがあってもダメな自分でも、まあ、とりあえず転がっていけばいいのかなと。そしてあのワールド・アンド・ワールドがリリースされた当時、新入社員だった僕はまさに転がる岩となり、まあ、社会人として世の中をローリンローリンしてました。でこの曲は、まあ、当時の心境にまさしくぴったりと合っていたので思い出の一曲です。誰だこれ誰だ、まあ、でもいろんな方ですよね、人気投票ですからね、うん、この曲が1位に選ばれたということ、あとまあそしてどういう思い出があるのか、まあ、じゃあまず1位に選ばれたことについて。1位に選ばれたのは嬉しいですね、率直に。まあ自分たちでもライブの最後とかによくやったりしてるし、本当に名曲だと思うんですよ自分たちでは。だけどいまいち世の中には知ってもらえてないので、そういうもどかしさとか、この曲とか5年前ぐらい売れてもらったよね、だって全然売れなかったですけどだからまあなんか本当にそうやって自分たちが、うん、この曲の愛とか伝わったらいいなっていうところが、うん、スタッフの皆にも伝わっているのは嬉しいですね、うん。アジアンカンフージェネレーションベストヒット AKG。 アジアンカンフージェネレーションベストヒット AKG。 これ本当に美味しいよ。ありがとうございます。うまい。なんかちょっとしたあの、はい、テープチェーンとかそういう時もバーッ、さっきごめんね皆さんの話聞いてなくてグワーッて聞きました。いやなんかまあ食ってるなって食べてた食べてた、美味しい美味しい美味しい、いいですよ、いいで、あの来月、はい、東京と大阪でのアリーナツアー決まってますね。あのベスト版も当然のことをリリースされたばかりで、はい、なんか考えてることってあるんですか。そうですね、まあ久々にやる曲とかも入れたいなと思って、そのベストには入ってない曲もやりたいし、あもうちょっと幅広い選曲で、こうバンではないのでね、ライブならではの選曲でやりたいなと思うんですけど、ベスト版中心にプラスっていう感じ。そうですね、多分もうワンマンライブなんでずっとこう、うん、僕たちをずっと応援してくれてるね、うん、皆さん来ると思うんで、うん、まあそういう方はね、なんかシングル曲じゃない方が喜んだりすることもあるので、うん、まあまあみんながライブで聴きたがってる曲やれたらいいなっていう、うん、で、まあ今後、まあ、ベスト版がリリースされて、あのもちろんあの先ほど、まあ、今年も七無限やろうかっていう話を、まあ、ちらっと伺ったんですけど、じゃあ七無限はもうこの段階でやるぜってゴーっていう感じなんですか。そうですね、やりたいですね。1日目のトリはほんのトーンズに任せながら
そうですね、何をノーって言ってるんですか。いや無理ですよ、横浜アリーナで。大丈夫です。ダメでしょ。出る気満々なのがその前に大きく夢を持つべきですよね。そうですやっぱ、うん、そうすると1日目僕らの負担もだいぶ下がって1日目2日目吐かずに来れるんです。じゃあナノムーゲンをやって。そうですね、やりたいですね、ライブナノムーゲン。そしてその後には。そうですね、まあ多分秋冬でツアーができたらいいなと思ってるんですけど、うん、まあその辺ちょっとまだ先のことなんでね、随分、うん、あとアルバムね、とにかく、ね、あの年内に頑張って完成させて発表したいなっていう、うん、なんとなく見えてきてるんですか。その、まあ、まだ当分先だと思いますけど、曲は揃ってるんで、まあまあこれは できるんじゃないかなと思ってるんですけど、割とリラックスした作風のものができると思います。いやそれもあって、そしてもしかしたらアルバムが出たタイミングなのか前後なのか、バンジー忘れてた。忘れてた。いやあんまり乗り気ではないね。僕は全然やりたいです、本当に。だって俺こんだけ力入れてバンジーって言ったの。そうですね。それはねこっちとして、 あんまやる気ねえんだ。もう一回そう、okay、じゃあそしてどっかのタイミングでアジカンの皆さんと一緒にバンジーバンジーなおさらですよ本当に。いやでも本当今日は楽しい、はい、楽しかったです。時間ありがとうございました。アジアンカンプージェネレーションありがとう。話したね、語ったね。そして手紙は、わお、わお、今後の俺たちができること見えた。しかも3入りでジョージへバンジージャンプだけのフェスティバルをやりましょう。今年の GG はこれだ。でもすごい嬉しい、嬉しい。これ最高だね。いいよね、すごい。なんかね、微笑みっていうかね、すごいあの心が喜ぶようなあの言葉だね。 All right、 でも本当今日すごい楽しかった。ありがとうございました。